さて、素敵な曲の後はですね、愛ということにとってもなんかこう愛と調和という言葉がとっても似合う素敵なゲストの方に来ていただいていますが、皆さんすでにご存知の方も多いですよね。13歳から君を幸せにする15の教え、この本を書かれた幸せナビゲーターの畑明夫さんに今日はゲストとして来ていただいています。ようこそお越しくださいました。おはようございます。おはようございます。はい、しばらくあのシリーズで、はい、この13歳から君を教えにする15の教えということで情熱教室をねずっとやってきて、そうですね、はい、はい、総集編も終わって今日また新たな気持ちで来ていただいていますが、最近の畑さんの、はい、そうですね、注目することというか関心を持っていることというか、はい、ちょっと様子を知りたいのですが、はい、どんなことに関心があって過ごされてますか？そうですね、関心というよりも、うん、嫌でも関心せざるを得ない、あ、はい、ま、ちょっと情報、キーワードがあるんですね。キーワードありますか？はい、それは、あの AI、人工知能、あ、仕事をしているビジネスの世界でも、うんうん、まあ、あとは電車の中吊り広告や雑誌や、はい、まあ、例えばテレビとか、まあ、いろんなところの情報としてその人工知能っていう言葉が、うんうん、まあ、やけに去年今年さらにここ最近いろいろな場面でこう使われてきているのをすごく最近やけに気になります、うん、はい、ですね。確かにあのロボット君たちが介護ロボットだとか、はい、お掃除ロボットだとか、その人工知能を一つの形にしたあれこれがなんかこう世に出始めてますよね。そうですね、ねえ、はい、でその人工知能 その情報が入ってくると畑さんとしてはどんなふうにそれは受け止めてらっしゃるんですか？そうですね、まあ、もちろんこう世の中がさらに良くなっていくという、うんうん、いい見方もあれば、はい、中にはネガティブな、うん、世の中、地球を、人類を滅ぼすんじゃないかと、そんなふうな話もあったりも実際あります。でこれは未来のことはやはりどうなるかもちろんまだはっきりと分かりませんけれども、やっぱり一番その人工知能という言葉で私がいつも思うのは、今まで以上に私たち人間が果たして人間とは何なんだろうと、そんなことをいやでも考えるようになってくるんじゃないかなという気がしてます。はい、確かに確かに、うん、だってあの世の中ではその人工知能が進みすぎちゃうと、そのロボット君や人工知能のデータというかそちらが主になって人間が従っていくような映画とかもなかったですか？ありましたね。ありましたよね、はい、でもなんかそういうのも嫌です嫌ですというか、そうですね、あの自然の天からいただいた命そのものの方がなんかこうキラリ的にはね大事にしたいなっていう思いもあるんですけど、うん、畑さんとしてはどうでしょう？そうですね、これあのロボットと人工知能と敵対するっていうことではなくて、うん、まあ、その世の中人類一緒に共存共栄していくっていうことで、はい、考えれば、うん、もちろんそのいいことがたくさんあると思うんですね、うんうん、でそこでやっぱり私たち、まあ、若者もそうですし大人たち、うん、または未来のことをこう考える、教育で携わっている先生たちもそうだと思うんですね、はい、やっぱりこの私たち人間が、うん、その心、感情、はい、もう知能や知識や情報は、うん、私は個人的には間違いなく人工知能ロボット、人工知能にいつかは人間は追い越されて、もう人間としては勝った負けたという表現であれば、うん、勝つことは難しいんじゃないかなというふうには感じてます。だからこそ人工知能の方が勝ってしまう現実が来るであろうってことですね。現にチェスとか将棋とか、はい、そういうコンピューターの世界で対戦、はい、対局で、はい、まあ、人間が負けて、ね、負けるということもあり得ると、うん、まあ、そこで大事なことっていうのは知能、知識、情報ではなくて、うん、人間ならではのクリエイティブ、考えること、想像すること、感じること、そこはどんなに技術が革新されても、うん、人間を越すことはできないんじゃないかなというふうな期待はしてます。ですよね、はい、あの人間っていうか命そのものって、はい、やっぱりあの制限がないくらい奥深い
なんていうのかな、命そのものって機械とか作り出すものとは違って、神様そのものが、天が作ってこの三次元に運んでくれた命だと思うので、はい、なんだかこの人工知能的な産物とは次元が違う気がするんですけど。そうですね。ですよね、はい、例えば、まあ、誰かが亡くなってしまった、うん、まあ、大切な人が亡くなってしまったといった時に、はい、やはりそういった思い出や記憶、うん、そして悲しいとか、うん、寂しいっていう、うん、そういうこう情緒的な感情っていうのは、はい、やはり人間が持ってるある意味素晴らしい一つの能力っていうんですかね、うん、この70兆と言われている細胞と宇宙とつながってる、はい、人とのつながってる、エネルギーとつながってる、うん、それが振動としてバイブルとしてそれを感じるんじゃないかなと。これは物質的なもので作られたロボットではこの情緒というのはやはり人間からることはできないと思いますね。次元やっぱり違いますよ ね, いますね、うん、納得するがほっともします、はい、だからこそ逆に今の若者たち、うん、私たち大人もそうですが、いろんな IT とかそういったテクノロジーに活用する中で、うん、その情緒的な、はい、人としての人間としての情緒感っていうものが、はい、少しずつ希薄になってたり失われつつある面もすごくこれからさらにそこを見直していくことっていうのは大事かなっていうふうに思ってます、うん、はい、あの感情そのものっていうよりも、なんかこの私一番最初にね、愛と調和の人だっていうふうに藤田さんのことを紹介させていただいたんですけど、情緒の中でもやっぱりその、はい、愛と調和っていうのがそのいろいろな思いのバランスを取るのにとっても重要な要素のような気がしますが、はい、そうですね、やはり愛、その調和、うん、そういったものっていうのはこちらのシンクロプラスというシンクロのキーワードも、うんうん、おそらくまさしくロボットにはできないと思うんですね。ですよね。友家さんも得意なシンクロですが、うん、やはりそのインスピレーションとか直感っていうのはやっぱりこのエネルギー、何か感じ取ったメッセージとして受け取る、うん、そういった人間には五感、さらには第六感って言われているような感性っていうのは、うん、はい、やはり人間ならではの能力、うん、すごい能力だと思います。ですね、はい、だから、あの、だからこそ今ある命をその人らしく輝かせて、元気な時でも病んでる時でもその時できる精一杯のその方なりのね、命の輝かせ方をね、極めることを愛と調和とともにやっていけたらいいなって、そうですね、お話聞いてて思いました、はい、うん、今日ね、一つ紹介したいんですけど、はい、13歳から君を幸せにする15の教えの中にも出てくるとても素敵なメッセージがあってね、それをちょっとあのリスナーの皆さんとも共有したいんですけど、はい、読ませていただいていいですか。はい、お願いします。はい、15あるキーワードのうちの13番目に出てくるあのメッセージです。ぜひ、一言一言をかみしめて聞いていただけたらと思います。今までの過去があって現在の自分がいる、そして今の自分が想像するこれからの自分は、と過去、現在、未来を延長線で考えることはやめなさい。過去のあなた、現在のあなた、未来のあなた、それらは全くの別人。なぜなら過去も未来も記憶や想像という思考、幻想の世界であって、今この瞬間のあなたがいつの時でも全てだから。今この瞬間のあなた、これがロボットと違う、この瞬間輝いている一人一人の命の躍動ですよね。そうですね。ここはあの極めていきましょうよっていう感じがします。はい、はい、あの本当にこの瞬間この瞬間この瞬間のつながりが、うん、来月であり来年であり、うん、でこれって誰もが大人になればなるほどみんな分かってる、知っている、うん、しかし果たしてそういうふうな思いで心がけて毎日を大事に生きてるかっていうと、なかなかそうは生きられてないという一
人たち多いと思います。ですよね、まあ、もちろん私も含めて、うん、で、できるできないというよりは、うん、そういったことを大事にした生き方をしていこうと、うん、そういう気持ちで一日一日を大切にしようというふうに思うことがまず大切だというふうに思ってますので。ですね、はい、だって大事な家族が行ってきますとか行ってらっしゃいって言って夕方帰ってこない出来事だってありますよね。はい、つい最近私のちょっと身近な大切な方にそういったことが起きたんですけども、うんうん、本当に一言ではなくて、うん、誰の身にも起きることだからこそそういった一日一日の大切さっていうのは、うん、みんなで分かり合って共有し合ってでお互いにそういうふうな生き方していこうというふうにその輪が広がっていけばですね、またこれは素晴らしい世の中になっていくと思います。はい、はい、あの我が夫もね個人的ですけど朝目が覚めたら呼吸が止まってたんです、はい、なので寝ながらあの世に行ってしまったって。それをやっぱりこう看取りという意味では一緒にその瞬間を立ち会えなかった思いっていうのを引きずられる時期もあったんですけど明日目が覚めないかもしれないよね誰だって、はい、なので明日は我が身ということでだからこそ今を楽しく輝いて、本当にその時できる精一杯の輝ける自分を生き抜いていきましょうっていうのが今日のメッセージの締めでしょうか。そうです ね、まずは自分から自分からそうです、ね、始めていきましょう、はいはい、愛と調和のスタートからいきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでそろそろなんか楽しい時間そうですね、あっという間ですね。はい、はい、そろそろ皆さんお別れのお時間です。この番組は未来の常識を創造するシンクロプラスの提供